はい、皆さんこんにちは、こんばんは。ミヤラジ第2弾、開始いたします。冒頭からカミカミで申し訳ないんですけれども、皆さんこんばんは。実はね、第1弾からそんなに日にちが経っていないという、相手も2日かな。前回第1弾が、全くコーナーも何も設けてない、ただただ私のフリートークを皆さんに、お楽しみいただくという、とてもね、無理難題な感じのラジオと呼べるのかっていうコメントもありましたけど、本当にラジオと呼んでもいいのだろうかっていう、それぐらいのクオリティのものでしたので、第2弾からはね、少しコーナーも設けたりとかして、少しずつ皆さんとね、立派なドラマじゃないね、ラジオを作り上げていけたらいいなと思っております。よろしくお願いします。今日はですね、なんと2つコーナーを設けております。応募期間っていうか受付期間も非常に短かったため、あまり多くの、回答をいただけたとは言い難いんですけれども、まあ私が厳選してね、全部はちょっと読めないので、厳選して面白いお便りをね、紹介させていただこうと思います。そう、間違えちゃった。宮嵐のね、字をね、死に点々にしていたのに、間違えてロゴ作るとき、宮ラジの字を死に点々のベーシックな感じにしてしまって、申し訳ないです。ちょっと私の判断ミスでございます。あ、BGM の音量とか大丈夫ですか？問題ないですか？はい、それでは皆さん、今日もよろしくお願いします。今日から2つコーナーを設けるということで、ちょっとね、私のね、質問の仕方が、ちょっと悪かったのかな。意図が伝わってる方が、私がこう欲しいお便りがその形でなんか届いてるのがすごい少なくてですね、ちょっと私も今度からなんか例示をしてね、難しいかなって思うコーナーはちょっと私の方で例示をしてやっていこうと思います。ちょっと難しかったかなと思うので、はい。ちょっとね、私の意図がね、皆さんにちゃんと伝わっていないような印象を受けたのでね、はい。それではね、コーナーに移っていきたいと思います。あ、ちなみに皆さん、ゴールデンウィークはどのように過ごされてますか？今ゴールデンウィーク真っ最中ですよね。皆さんどんな感じですか？楽しんでますか？私はちなみに、お家から一歩も出なくて、本当に一歩も出てないんですよ。私、すごくないですか？ちょっとコンビニへとかじゃなくて、もう本当に全く一歩も玄関にすら行ってませんからね。あ、玄関には行った、嘘でした。玄関には行きましたね。新しく、パソコン周りの機器を買い揃えた時に、ネットでアマゾンさんから段ボールが届いた時、ちょっと玄関に出たぐらいで、本当に外には出てないですね。はい、引きこもって配信とか、あとネット活動のなんかいろいろ準備とかしてましたね。はい、充実したね、ゴールデンウィークに皆さんはね、私のようにならないようにしてくださいね。はい、それでは次、お便りのコーナーに参りたいと思います。揺さぶれシンパシーのコーナーです。これなんですよ、問題の、あ、これじゃないな、問題のコーナー、こちらの揺さぶれシンパシーのコーナーなんですけど、まあ、私ラジオ初心者ということで、私が目指していたものがまずあるんですけど、有吉さんのラジオのコーナーの中に、
なんか有吉のそれわかるみたいなコーナー名の、なんか企画があって、要は有吉さんが、ご自分の視聴者さんに男性の方が多いということを知っての企画で、要は男性が、AV 女優の方に、されて嬉しいことを、お便りでくださいっていう感じのコーナーなんですね。で、私、あ、これ面白いと思って、まあ、過激すぎるので内容が、いい感じに改変しまして、女の子にされて喜ばしいこと、嬉しいことを皆さん、お便りください、センスのいい感じにね、こう文章を改変してくださいっていう感じにしたんですけど、質問の意図がね、やっぱちょっと私の質問の仕方がちょっと悪かったのでね、うまく伝わってないところがありまして、ちょっとね、いろいろはい、面白い感じにはなってるんですけれどもね、いくつか紹介してさせていただこうかなと思います。はいはい、どうしようかなでもね、これはね、皆さんも一緒にこうラジオってこういうものなんだっていうのをお互い勉強していきましょうっていうコーナーなのでね、リスナーさんもね、一緒にこれからのラジオを作り上げていってくださると嬉しいです。まず、ラジオネーム三日坊主さんからこんなお便りが届いております。私は勉強で疲れて机に突っ伏して寝落ちしている時に、お腹のあたりに手を回して後ろからギュッとされながら起こされたいです。眠い目をこすっているところに、ねえ起きて、まだ眠っちゃダメなんでしょ、私がそばで見ててあげるからもう少し頑張ろう、ほら温かいココア作ってあげたからこれ飲んでね、って励まされてずっと後ろから見守られていたいです。ふと気がつくとすぐそばに女の子がいる、ここがポイントです、というような、お便りをいただきました。三日坊主さん、ありがとうございますそうですね、後ろからね、手を回してお腹のところに手を回して起こされたい、わかりますよ。でも私ね、私は一番嬉しいのは、私がやらなければいけないことをほっぽって寝てしまった時、寝落ちしてしまった時は、私の理想の男性はね、私に、眠っている私に毛布をこうそっと優しくかけて、安眠を妨害せずに私が残りの仕事、ほっぽってしまった残りの仕事を全部その男の人が全部やってくださるっていうのが私としての理想ですかね求めすぎ？求めすぎかな私はね、起こすんじゃなくて、もうそのまま寝かせてほしいですね。あわよくば私の残りの仕事を全部やってほしいはい。でもだいぶね、皆さんの共感を得られるような、妄想話だったんではないでしょうか。あ、皆さんこれポイントですからね、これ実際にあった経験談ではなくて、こうだったらいいな、こういうことされたら俺喜んじゃうなっていう、全て妄想なのでね、はい、妄想楽しんでいきましょう。皆さんありがとうございましたあ、ちなみにすいません、ちょっと準備が悪かったですね。どんな感じのコーナーをやってるのかっていうのをちょっと書いといた方がいいですねいや、なんかね、リア充と非リア充のこう差がはっきりとしていました。リア充の方から、僕こういうことされてすごく嬉しかったんだ、でへへみたいな感じの一部の方から反感を買うようなね、内容のものがありましてね、びっくりしました私はい、今こちらのコーナーをやっておりますっていう感じで、出していこうと思います。はい、今こちらのコーナー中ですは
はい。はい、それではお次の方のね、シンパシー文章を読んでいきましょうか。お、いいですね、この方いきましょうか。ラジオネームないんで七志さんで呼ばせていただきますね。ラジオネーム、七志さん、一緒にご飯食べに行った時に僕のほっぺたにご飯粒がついてて、それを取って食べてくれるハート。さらに今度はわざとご飯粒をつけて彼女の反応を伺っていたら、あ、またご飯粒ついてる、取ってあげるから目つぶってって言われて目をつむったらキスでご飯粒取ってくれたハートっていう妄想。ありがとうございました。ラジオネーム、三日坊主さんの、投稿でした。ありがとうございます。これもね、皆さん妄想なんで安心してくださいね。ただのリア充文書じゃないですよ。でもあれですね、まず異性と私弁当を食べたことがないな。皆さんありますか？まずご飯粒がどうたらじゃなくて、私異性と一緒に二人でこうお弁当を食べるっていう展開になったことがないんですけど。まずそこですよね。ちょっとこの文章私にとってはちょっとなんだろう、レベルが高すぎますかね。あ、皆さんないんですね。いや、私もね、ないな。思い返してみると、家族でお花見に行った、友達とお花見に行った、遠足に行ったぐらいですかね。あ、でも小学生の時はなんだろう、新入生の時とかは特に親交を深める目的とかで一緒に遠足しに行った時に、まあ男の子と弁当を食べちゃったら食べましたね。同じグループの男の子と食べたっちゃ食べたな。でもね、現実的なことを言いますと、ご飯粒実際ついてってつけてるじゃないですか、自分が。でもそれを異性が指摘してくれる時って、大体、あ、宮治、ちょっと、ほっぺたに、ご飯粒ついてるよって。え、どこ、え、わかんない、どこどこって言って。え、こっち、あ、ちょっと右、あっち、行き過ぎ行き過ぎ、左、もうちょい左、口の端、そこっていう感じになっちゃいますからね、基本的には。まあ、取ってあげちゃうよ、仕方ないな、なんていう展開にはなかなかならないですね。私の経験上。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。あ、なんかすごい文章が届いてる。ちょっとこれ期待ですね。ちょっと読んでみましょうか。これすごいノベルチックですよ。ラジオネームダーヤマ様、なんか題名がついてますね。浴場か。浴場って欲する方の浴場じゃなくて、温泉の方、お風呂に入る方の浴場ですからね。浴場、切り落とされた右腕をつなげたばかりだからか、うまく右腕を動かせない。まあ体を洗うくらいはなんとかなるだろうと思い、洗い場へ来たその時、失礼いたします、お背中を流しに参りました、と言って一人のメイドが浴場へ入ってきた。彼女の名はマリア。透き通るようなマリンブルーの瞳、腰まである闇をも照らすような光り輝くプラチナブロンドの髪、見る者すべてを魅了するような美貌を持った美女もとい女神である。生まれた時から俺専属のメイドをしてくれているって回想している場合じゃない。なんでマリアがここに。マリアは満面の笑みで、右腕がまだうまく動かせないのではと思い、お背中を流しに参りました。まるで俺のお世話をすることが最高の幸せみたいな、あ、もうほんとかわいい。ってそうじゃない。いや大丈夫だから、ほらちゃんと動くだろ。
そう言って俺は右手を開閉させてみる。お任せください。だから大丈夫、お任せください。あ、はい。マリアは満面の笑みだったのに圧を感じて思わず了承してしまった。えい、もうどうにでもなれ。かゆいところはございませんか？ああ、大丈夫だ。それはよかったです。現在俺はマリアに頭を洗われている。お世辞抜きですごく気持ちいい。マリアに任せて本当によかったと思っていたのだが、問題はその後に起きた。あ、胸が。胸やお腹を洗うのに、後ろから手を回して洗っているマリアの柔らかい胸が背中に当たっているのである。ご主人様、終わりました。あ、どうかされましたか？いや、何でもない。どうやら動揺しすぎて意識が飛んでいたらしい。明日も参りますので、ご入浴の際はお申し付けください。それでは失礼いたします。明日も？ダメでしょうか？上目遣いは反則だろう。ダメじゃないです。わかりました。明日も洗わせていただきますね。満面の笑みでそう答え浴場出て行った。俺は明日も耐えられるのだろうか。その夜、浴場でのことを思い出し、眠れない男や大胆なことをしてしまったと思い後悔しつつも、明日が楽しみすぎて眠れないメイドがいたとかいないとか、真実は神のみぞ知る。はい、ありがとうございました。ダイヤマ様で、浴場という名の、浴場したただの、あのエッチなノベル的な何かでした。しかも浴場っていうタイトルがついてるから、あの浴場で浴場してしまった俺はなんて不埒なんだっていう落ちかと思いきや、ただ普通に浴場の話をした。あの別になんか浴場と浴場をかけて浴場というタイトルにしたわけではなさそうですね。あのびっくりしました私。あ、これはシンパシーはちょっとあの揺さぶられなかったというか、ただ単にその展開のなんかあの読めない展開のこうなんだろう、次々とこう読めない展開がこうなんだろう、走馬灯のようにこう駆け巡る感じのスピード感がもうびっくりしてしまって、それどころじゃなかったというか、シンパシーどころじゃ。はい、切り落とされた右腕とはどういうことなのでしょうか。私ちょっとよく分からなかったですけれども、はい、ありがとうございましたダイヤマ様。大丈夫ですよ。あの一緒にね、あのこれからラジオってこういうものなんだ、こういうお便りを、あ、主さんはあの欲してるんだっていうことが徐々に分かっていただければ、あの私も嬉しいです。あのやっぱラジオってリスナー様と一緒に作り上げるものだと思っていますので、一緒に頑張っていきましょうね。はい。はい、それじゃあお次の、お次のね、お便りを読んでいきたいと思います。はい。きっと大丈夫、きっと大丈夫、うん、きっと大丈夫だよ。このラジオは健全だからね。揺さぶれシンパシー。はい、それではお次のね、お便りの方読ませていただきたいと思います。どうしようかな、どれにしようかな。あ、じゃあこれ読みますね。ラジオネームバスクリンよりバブハさん。設定は夏祭り、夕暮れ時、久々に起床した幼馴染のあなたとお祭りに行くことに。
自分は地元で進学し、幼馴染のあなたは春から他の町で進学してしまったため、久々に地元に帰ってきた設定。お互い好意を持っているが、付き合ってなく、周りからも付き合ってないの?と驚かれる。ああ、ねえねえ、まるまる、あれも食べたい。たこ焼き、焼きそばと、頬張るあなたを見ながら、お前、久々に帰ってきても結局食い物かよ。他に何もないのかよ。久々に会ったが変わらないあなたを見て安心したと同時に、軽い放置プレイにちょっと寂しさを覚える自分。お、冷やしパインあるじゃん。一緒に食べよ。聞いてないし。ん?何何?何いじけてんの?別にいじけてないよ。ふーん。反対の人混みの方を向いている自分を見て、急に肩を叩き振り向かせるあなた。なんだ?あ!冷やしパインが突然口に入り込む。はい、関節キス。他に何かないの?って、こういうこと?ちなみに〇〇って、好きな人、いるの?なぜ冷やしパイン?なぜ冷やしパイン?冷やしパインで関節キスって。あ、でも、いいかもしれないですね。なんだろうな。果実の、冷えた果実のこう、ちょっとこう、ツーンとした、なんだろうな。パイン独特の酸味と、ね、冷たさが、関節キスにすごい心地が良かったっていう感じなのかな。はい。ありがとうございました。いや、でもね、皆さん上手ですね、文章を書くの。要は、なんか、こう、幼馴染な、ね、なんか、いつ付き合うんだよ、お前ら、みたいな、冷やかしを受ける感じの、いい距離感を保っている幼馴染と、夏祭りに行って、そういうイベントの時に、ちょっと一気に距離近くなっちゃうよ、みたいな感じの展開ですね。ありますね。あります、あります。私もね、一応幼馴染いるんですけど、男の子でね、いるんですけど、私その男の子にですね、実は赤バレしちゃってですね、ある日突然 LINE で、宮地ってお前?っていう LINE が急に来た時はもう心臓止まるかと思いましたね。冷やしパインで関節キスというよりか、宮地ってお前と急にネットで活動している名前で呼ばれるというね、非常に私もね、なんだろう、黒歴史的な過去を持っているんですけれども、あれは本当にびっくりしましたね。はい。でもまあ幼馴染ってね、いろいろ夢があるかと思いきやね、実際現実問題そんなね、夢があるもんじゃなくて、幼馴染だからこそ分かる、こうね、独特な喋り方とかなんか雰囲気とかで分かっちゃうんでしょうね。ネットで活動しているんだあいつって。へえ、あいつネットで男を、ちょっとこう男のリスナーをもてあそんでんだみたいな感じで思われてるんだろうなと思います。今も見てるから、幼馴染くん見てる?私ここまで、頑張ってきてるよ。チャンネルもうちょっとで、メインの方は5万人いくよ。よろしくね。はい。とまあこんな感じで、はい。いや楽しいですね、皆さんのお便り読むのすごい楽しいです。あ、これもいいですね、面白そうです。さあ読みましょうか。ラジオネームヴィンセントさんで、投稿ありがとうございます。好きな女の子の気を引くために体を鍛えようとトレーニングジムに行ったら、なんとその女の子とばったりという状況になり、どうしたのこんなとこで、まさか女の子にモテたいから来たのって感じで、最初はからかわれちゃう。次に、ねえストレッチとか手伝ってくれる?と女の子が提案してくれるので、無論承諾。ストレッチを手伝う際に、いろいろな場所が体に触れるたびにドキドキ。終わり際に女の子が、ちょっと恥ずかしかったねと、女の子もドキドキしていた模様。
かっこしかしまんざらではない様子。その後の筋トレできつい時には、ほらもうちょっとだよ、頑張れ頑張れと応援してくれる。筋トレ終了後に、どれどれどんぐらい筋肉ついたかなと腕やお腹とか触ってチェックしてきてドキドキ。最後に、こんなに必死になって体鍛えたってよほど気を引きたい女の子が可愛いんでしょうね。ねえ、ここだけの話にするから、その女の子教えてよ。え、目の前にいるって。え、これは分かりみが深い。これはすごい。今日一番共感しましたね、私これ。これいいですね。トレーニングジムっていうのがまたいいですね。これは素晴らしい。トレーニングジム私行ったことないんですけど、行ったことある人いますか？私ね、一回行こうと思ったことがあって、っていうのも体がちょっとたるみすぎてやばいなって思って、いい加減ちょっと絞らないとと思って、トレーニングジム通おうとしたことがあったんですよ。まあ、会費の関係で、ケチケチおばさん発動しちゃって、結局、入れなかったんですけどね。でも、私もね、妄想してました。こういうことあるんじゃないかなって。トレーニングジムってやっぱまあ知らない人ばかりだから、結構人見知り発揮して、まあ自分自身のね、自分自身の活動だから、別に他人とねすごい仲良くなったりってことはそうそうないと思うんだけど、もしそこにね自分の知ってる人がいたら、急激に多分ね距離はぐんと近くなっちゃうと思う。うん、やっぱ女の子はトレーニングジムあんまり詳しくないから、こういっぱい教えて教えてってこう来るだろうし、なんか、私こんなに脂肪分たくさんあるんだよねって、なんで丸々くそんなに筋肉映ってるの、触っていいって、こうちょっとボディータッチが伺える、ボディータッチの機会がもしかしたら出てくるっていう、そういう恋のチャンスがいっぱい芽生える場所だと思ってるんですよね。すごいな、これはね夢がありますね。皆さん、ヒリアの方はね、ぜひトレーニングジムに行きましょう。いいですね、皆さん文才ですよ、文才。はい、ありがとうございました。ラジオネーム、ヴィンセントさんでした。ありがとうございました。超喋る、ごめんなさい、すごく楽しくて。あ、またまた文才がねいますよ、ここに。ちょっとは紹介しましょうかね。では続いてのお便り、ラジオネームぼっちの癒しは宮地さんしかいないさんから、タイトル、同い年だけど包容力のある僕の彼女。今日は待ちに待った彼女とおうちデートの日だが、近頃大学の課題とバイトに忙殺されている自分は、普段通りに振る舞えるか少々心配だ。疲れや悩みがすぐに顔に出る性分なのだが、案の定玄関に入ってきた彼女を抱きしめた時に悟られてしまった。また辛いことあったの？そう言いながら彼女は頭を撫でてくる。そんなことないよ、いつも通りじゃん、ほらこんなに元気。目いっぱいはしゃいでみる。バカ、バレバレと一喝された。最近忙しいのは知ってたし、あんたがおうちデートしようなんて言うから、だいたい察しはついてたけど、こんなに憔悴しきっていたんだよね。今日はいっぱいイチャイチャしよっか。彼女はそう言って優しく口づけしてきた。立ったままで何度も何度も口づけした後、彼女は、こんなんじゃまだまだ足りないでしょ。まだ少し早いけど、添い寝しよ。と耳元で囁いた。彼女に身を預けて二人でベッドに入る。胸元に顔を埋める。少し暖かい。いい匂いだ。落ち着く。あんたが何を持ってるかなんて全部お見通しだからね。隠さなくていいの。疲れた時、甘えたい時はいつでも呼んでね。
こうやって二人で解決すればいいの。ずるい。そんなことを言われたら涙が出てきた。彼女を強く抱きしめる。今日は夕方に帰るつもりだったけど、あんたが可愛くて仕方ないし、一緒にいてあげたいから泊まっていくね。僕は顔を埋めたままうなずく。こっちを見て。顔を上げると今度は彼女の顔が近づいてきた。弱ってるあんたも大好きだけど、やっぱりいつもの私をリードしてくれるあんたがもっともっと大好きだから、早く立ち直って。ちょっと待って。熱い接吻を交わしながら夜を迎え、いつも以上に激しい。妄想が過ぎる。けしからん。ありがとうございました。あのねびっくりしたよ私。何カタカナで4文字で横文字で書いてるんだよ。さっきりとここまで割とこうオブラートに包んだ文章ばっかりだったじゃん。どうして？どうしていきなり横文字で、しかも4文字でカタカナでこう入れてきたの？やめてよ、ちょっとびっくりしたよ私。こうやってね、中にはセクハラをね仕掛けてくる方もいらっしゃるので、皆さん気をつけて。けしからんこれは。マクロスか、うん、マクロスだね、マクロス。本当にこいつ、こいつ。はい、けしからんぞ。あとはね、基本なんか僕はこういう経験談をしましたっていうリア充自慢とかで溢れてますね。非常に羨ましい皆さん。リア充経験をされていて、私もう嫉妬で腹綿が煮えくり返ってますよ。はい、最後これ読みましょうか。それでは最後のお便りです。ラジオネームナナシさんですね。僕が飲み終わった缶ジュースが体と知りながら、一口ちょうだいと言ってきて、もうないよって言ったら無理やり缶を取り上げられた。飲んでるふりをしてるから、何やってるのって聞いたら、関節キス、前から憧れてたのに、全部飲んじゃったから、このバカ。って言われたい。いい妄想力だね。感心するよ。強いね。私の右に出れるよ君。まあこれで何がわかるかって、男性がいかに関節キスにロマンを抱いているかってことがすごくわかりますね。すごい関節キスに対する皆さんの憧れが伝わってきますね。確かに学生時代とかはもう好きな女の子の飲んだ缶ジュースの飲み口の部分をこうずっと凝視する男子いませんでしたか？多分ね、中学校とか高校生の男の子はもう好きな子の関節キスをいかにゲットするかということに 80% ぐらい脳みその回転率が奪われていたと思うんですけど。ないですか？ないですか？
そんなご謙遜をなさらないで。ただの変態。偏見がすぎる、ごめんなさい。いや頭悪すぎ。いや私はね、小学校結構混ぜてたんで、小学校の頃、あ、関節キスってなんかちょっと大人だなって思ってました。うん。はい、ということで皆さんありがとうございました。揺さぶれシンパシーの、コーナーでした。ありがとうございました。とてもね、たくさんの文才が、いてくださってとても感心しております。ありがとうございました。それでは、15秒後に、お次のコーナーに、参りたいと思います。それでは皆さん、お次のねコーナー心待ちにしていてくださいね。教えて、宮地先生。はい、ということで、今からは教えて宮地先生のコーナーに移っていきたいと思います。こちらのコーナーはですね、主に、私のチャレンジ企画となっております。どういった企画かと言いますと、皆さんから、教えて宮地先生ということで、全部疑問に思ったことや、これなんでですかっていうのを生徒目線で、視聴者さんにね、先生なんで〇〇〇〇っていう風に続けて、お便りをいただくというコーナーでございます。まあ、私のチャレンジ精神をね、皆さんに測っていただきたいという、そういうねド M 企画でございます。はい、私のね、チャレンジ精神を皆さんとくとご覧あれという形のコーナーなんですけれども、うまくいくかとても心配です。はい、結構ねこちらのコーナーは質問がしやすかったのか、たくさんのお便りが来ました。ありがとうございました。はい、ということで、次のコーナーは、お便りどんどん拾っていきたいと思います。はい、こちらもねたくさんお便りが届いてて、どうしようかな、いっぱい届いてるんですよね。よいしょ。はい、それじゃあ最初の方にいただいたお便りを読んでいきましょうかね。む、むむむむむむ、ちょっと待ってくださいね。あ、はい、それでは読んでいきたいと思います。ラジオネームナナシさん。ねえ先生、なんで人は恋をするの？難しい質問来ましたね。なんで先生、人は恋をするの？じゃあ逆に考えてみて、どうして男と女が存在すると思う？まあ、今では男性同士で、恋愛したり結婚したり、または女性同士で、恋愛に発展したりというのがありますけれども、
今はね広く、性別を超えた恋愛もね受け入れていこうという動きになっていますが、もとい男性と女性にまず分かれている理由が恋をするっていうことにつながる実はキーなんですね。ここがポイント。じゃあ考えてみて、なぜ植物におしべとめしべがあるんでしょうか。花にはなぜおしべとめしべがある。それは、おしべとめしべがくっついて受粉して子子を残していくためですよ。要は人は恋をしなければくっつかないんですよ、くっつかない。恋というものは人と人、まあ男性と女性を要はくっつけるための、なんでしょうね、アクションに過ぎない。だから人は恋をしちゃうんですね。まあだからはっきり言いますと、子孫を残すためですね。はい、結構あれですね、結構際どいはい、それじゃあお次の質問に参りましょう。お、これは個人的な質問ですね。いいですね。ラジオネームナナシさん、ねえ先生、なんで先生は音フェチや妄想彼女を始めようと思ったの？私の、活動の動機、ネットでの活動の動機について伺っているものだと、とってもいいでしょうかね。私、そうですね、実は YouTube で音声活動とか始めたきっかけは特になくてですね、きっかけは本当に配信自体が好きでよく雑談配信とかを行っていたんですけど、その時はまだツイキャスで配信してて、でまあ視聴者からね、すごい声がいいって言われ始めて、あ、で自分の声ってもしかして割と綺麗なのかなってこうその頃自覚し始めて、で俺宮地さんのなんかそういうセリフとかすごい聞いてみたいなみたいなのを言われてから、配信でもこうどんどんセリフとかをこう感情入れて読むようになってきて、それがちょっと受け始めてきて、 YouTube とかに動画出してよみたいな、俺絶対聞くよみたいな風にリスナーの方から言われたので、ちょっとじゃあ出してみるみたいな感じで出してみたのがきっかけですね。で YouTube でセリフを出されてる方って基本なんかバイノーラルマイクっていう特殊なゾワゾワっとするようなステレオマイクを使って録音されてる方が多くて、私もそのマイク欲しいかもってなって、手を出してっていう感じですかね。それがまあきっかけじゃきっかけなのかな。うん。そうですね、本当にだからまあきっかけはリスナーさんが褒めてくださったからかな。でどんどんリスナーさんの需要に応えようと思って音フェチ動画とかも出したり、で皆さんが喜ぶような妄想彼女配信とかもしてみたりとか、すべては皆さんの需要に応えようで、私もちょっとやりたいからやってみようみたいな感じで、需要と供給が一致してるって感じですかねはい、そんな感じです。結構やってみるとね、本当にあ、こういう世界があるんだっていう風に新しい発見になるので、皆さんちょっとでも興味が湧いたらね、挑戦することをお勧めします。私今すごく楽しいですもん、この活動やってて。感謝ですもん、リスナーさんには。ありがとうございます。はい、それではお次のね、お便り読んでいきたいと思います。ラジオネームナナシさん、ねえ先生、なんで女の子って嫉妬しちゃうの？あ、ラジオネームコトさんですね、ごめんなさい。これはさ、男の人もそうなんじゃない？
これは女性男性に限らずみんな嫉妬する生き物ですよね。だって 人間だもの。そもそも嫉妬という感情は誰かを妬ましく思ったりとか疎ましく思ったりする、割とそのマイナスな感情で受け取られがちですけど、私は嫉妬という感情を大事にしていきたいと思っていますよ。なぜなら嫉妬するということは自分をそれだけこう高く評価してるというか、自分があるからこう自分という存在を無視されることに怒りを覚えるというか、なんだろう、寂しさを覚えたりするっていう感情なので、要は自分のことをこうちゃんと自分を持ってるっていう意味では私はすごい大事な感情だなと思います。何にも嫉妬しない、何に対しても嫉妬しない人って成長もしないんじゃないかなと思います。まあ嫉妬は戦争の火種にもなっちゃうっていう話をどっかで聞いたことがあるんですけど、まあなんだろう、嫉妬が原因でなんか怖いことが起こっちゃったりっていうのももちろんあるんですけど、私は人が成長する過程において嫉妬という感情は非常に大事な、感情気持ちだと思っておりますので、皆さん大事にしていきましょう。嫉妬という感情をうまくコントロールできるようになれば人間は強くなると信じています。私ね、結構嫉妬深くて、なんだろう、表には出さないようにはしてるんですけど、やっぱ嫉妬するってなんか かっこ悪いなみたいな、ちょっとなんか嫉妬してるっていうのなんか言ったらなんか恥ずかしいなっていうのはあるので、出さないようにはしてるんですけど、割と私も嫉妬深いですね。自分よりなんか才能があるなとか、なんかこの人なんでこんなに素晴らしい人間なんだって思った人にはすごい嫉妬しちゃいますね。まあ、それだけ自分もなんかそうなりたいって思いがあるからそういう感情が出てくるんだと思うし、またはその自分のね、思い焦がれてる人とかが他の女性に目を奪われているのにこう腹立たしく思うのも、私がちゃんとその人を好きな証拠なんだって思えたりとかもしますしね。嫉妬という感情でいろいろ気づける自分の思いとかねあると思うので、皆さんうまくコントロールすることが大事ですよ。顔に出そう、出ちゃうかもしれない、わかんない。嫉妬してる時の自分の顔鏡で見てみたいわ、ちょっと今度。みんなが私の配信に遅れてきて、ねえ今日みんな遅かったじゃん、どうして、私の配信もう30分前から始まってるんだよって言った時に、ごめんちょっと他の配信者のとこ見に行ってたって言った時に、あっそみたいな、その時の顔をちょっと見てみますね、どんな顔してるか。苦虫を潰したような顔してたらちょっと自分に嫌悪しますけど。でも私ね、なんか嫉妬しちゃうとこう表に出せないから、はっきり言えないから、好きな人とかに。みんなはどうなっちゃうのかな。私はわざとこうなんか突き放しちゃう、なんだろうな。なんかさ、てか最近まるまるちゃんと仲良くないみたいな、何照れてんのみたいな。さっきも見てたけどさ、割と仲良かったよね、楽しそうに話してたし、私よりあの子と付き合った方がいいんじゃないみたいな感じで、私は可愛くないことは言っちゃうんで、もう最近は本当になんだろう、可愛く嫉妬したいって思いますね。だからもし次に彼氏ができた時に可愛く嫉妬できる彼女になりたいってすごい思ってます。私の今のパターンのね、嫉妬の仕方は割と嫌われるタイプだって聞いたので、可愛くやきもちあげるように私も日々シミュレーションしてますよ。ねえ、さっきの嫌だったぐらいにね、ちょっと可愛くやきもちあげるようにね、なりたい。やりたい。
はい、それじゃあ次のお便り読んでいきましょうかね。いっぱいある。はい、お次のお便り読みますね。ラジオネーム、ナナシさん。ねえ宮地先生、なんで女子って簡単に LINE 無視したりブロックできるの？僕の心ズタズタなんですけど。Boys be ambitious。 まあ、これは確かに人によると思うんだけど、人によるな。これも女の子だからいろんな人をブロックできてるわけではないと思うんだけど、まあ多分というか、もうこれははっきり言えることだと思うんだけど、多分おそらくというかきっと、いや絶対あなたに興味がないのかなと思います。はい、でもね、興味がないからって無視したりブロックしたりはしない。なんかよっぽど何かしたんじゃないの？違う？気づかないうちになんかその女の子に嫌われるようなこととかしてない？大丈夫かな？私すごく不安だよ、心配だよ。心配だよ私、大丈夫かな。多分ね、なんかしてるんじゃないかな。私はね、 LINE 無視したりブロックしたことは、無視というか、なんだろう、既読スルーしたことはありますけどね。でもなんかあるじゃないですか、なんかまあこっから先は特に会話弾まないんだろうなって時はもう普通に既読スルーしますよ。それを無視と捉えられたらちょっとね、これ無視になるんだっていう感じしたりするんですけど、だからもう送り手と受け手のそのなんだろうな、意思疎通のちょっとすれ違いみたいなのが起きちゃった時に、やれ向こうが無視した、やれ向こうが返さないだの、なんかそういう問題になっちゃうと思うんですよね。要は受け取り方ですよね。会ってこう顔を見て話してるわけじゃないから、簡単にこう無視したとか嫌われてるっていう風にやっぱ思い込まない方がいいと思います。これは最近ね、スマートフォンをね、当たり前のように持ってる若者たちに次ぐんですけど、私もね、やっぱりスマホを持ち始めてから、携帯を持ち始めてからね、やっぱ友達とのトラブルが増えました。やっぱ便利なんですよ。好きな時に連絡できるし、宿題何だったっけとか気軽に聞けるからね、すごく便利なんですけど、便利な反面やっぱりそういうトラブルもね、つきものですから。所詮電子媒体ですから、感情を全てそこで表せてると思わないでください。自分の意思、気持ち感情が全て文章に表れるなんて無理ですから。なので受け取り側、受け取った方もそれで全てを決めつけないでください。まあでもブロックされたのは多分まあ勘違いも何もないですね。ブロックはブロックだから、それはどんまいです。Boys be ambitious。 はい、ということで皆さん、LINE はね、正しく使いましょうというお話でした。はい、ちょっと電気消しますね。電気つけますね。ちょっと真っ暗の部屋でやってたんで。よいしょ。真っ暗な部屋でね、やるのはちょっと目に悪いんでね。Thank you for super chat。 ありがとうございます。かなえさん、
スーパーチャット3000円ありがとうございます。 Thank you。 歌うかまたやるから来てくれると嬉しいです。はい、ありがとうございます。それではあと2つくらいお便り読んでから終わろうかなと思います。結構いっぱいねお便り来てて本当に嬉しいです。皆さんありがとうございます。勉強ですね。勉強法かな。ラジオネーム、ナナシさん、教えて宮地先生。ねえ先生、なんで勉強の集中力がなかなか続かないの？先生がやってた集中力を保つ方法、かっこ音楽聴く以外で教えて。音楽、逆に私聴くと集中できなかったので、ちょうどいいですね。私、まあ割と自分で自分を分析すると、学生時代はよく勉強ができていた方です。じゃあどうやって勉強していたの、どうやって学力を保っていたのというお話なんですけれども、要は要領が良かったのかなと思います。これはね、もう本当にテストを受けていくうちに、こういうところが問題に出るんだっていうのを自分で掴んでいくことがやっぱ大事だと思いますね。あ、すいません、集中力が続く方法か。ごめんなさい、学力の問題ではないですね。集中力か。これは私ちょっと答えられないな。私はその時ライバルがいたんですよ。ずっと私が100点を取り続けている中、相手もずっと100点取って対抗してくるっていう、そういう男の子がいて、もうその男の子に絶対負けたくないという思いで私は勉強していたので、もう集中力も何もなんか負けたくないっていう一心でやってたんで、集中力を保とうって思ったことはあまりないな。ハンドさん、ありがとうございます。 Thank you for super chat。 100円ありがとうございます。ただ受験の時はシトラス系の香りっていうのかな、柑橘系だったかちょっと忘れたんですけど、自分の中でリフレッシュできるなっていう香り、香水とはまた違うんですけど、なんだろう、なんか果物の形した入れ物の中になんか香りのするものを入れてて、なんかそれをちょっとこう、あ、気分がちょっとなんか落ちてきたなっていう時に、こう香りでこうリフレッシュするっていう方法はありましたね。で、私栄養ドリンクとか全く学生の時飲んだことなくて、眠い時には寝てました。15分くらい。眠い時にいくらね勉強をやったって、いくら起きようとしていろいろなんか飲んだりしても意味ないんですよ。大事なのは短い時間で少しこう睡眠を取れるっていう、そういう技術が必要になってきますね。15分って実は頭をリフレッシュさせるのにとても大事な、効率のいい、ちょうどいい時間らしいんですよね。だからその15分くらいちょっと寝ようって言って寝て、パッて起きれる、その技術が、スキルが必要になってくると思います。で、寝たい時に眠るとそれまでに勉強していたことがちょっと頭の中で整理されるみたいなので、例えばキャパが1ギガだとしたらちょっと1回15分ぐらいの睡眠を挟むことで1ギガ分の、なんだろうな、500メガバイト分ぐらいは回復できるわけですよ。だからその回復した500メガバイトでまた詰め込んで、眠くなったら寝てっていうのを繰り返すと、習ったこと、頭に入れたことがすぐに飛んでいかずに、
徐々に整理されていくので非常にいいと思います。あ、学校で勉強するのももちろんいいと思います。やっぱ家だといろんな誘惑があってできないって人は学外でやってもいいと思いますね。学外ってか家の外、私はずっと家でやってたんですけど、そうですね、なんか集中できなかったっていう悩みは特になかったですね。それだけモチベが高かったので、やっぱモチベは大事だと思いますよ皆さん、学力を上げていく上では。あ、 Thank you for スパチャと大さんありがとうございます。え、スパチャスルーしてる？あ、ごめん、ダホーソさんありがとうございます。声変わりした？いや違う、今鼻声キャンペーン実施中です。今鼻声なんですよね。え、ダホーソさんめちゃくちゃ久しぶりだな。もしかしてあれかな、声ブサイクになった私。え、ちょっと久しぶりに久しぶりに来てくれたダホーソさんに聞きたいんだけど、私声ブサイクになりましたか？本当に1年ぶりくらいじゃない？そこまでじゃないか。めちゃくちゃね、久しぶりの方が来ましたね。いや、エロくていいよ。あ、じゃあマイナスにはなってないということでいいのかな。ありがとうございます。鼻声早く治ってほしいですね。はい、ありがとうございました。じゃあ最後のお便り読んでいこうかなと思います。沢城さんに？あ、どうしようかな。あ、じゃあこれで最後にしましょうか。最後のお便り、ラジオネーム夏色さん、教えて宮地先生。何回かあるんですが、街でスカートがめくれて前の人にパンツが見えてしまった時、その時彼女や知人が、あー今日は可愛いの履いてよかったというセリフを何度か聞きました。これは強がりなんでしょうか？もしも宮地さんが同じ状況でパンチらしてしまった時はどういう風に言いますか？またはどんな心情なのでしょうか？どういう心情？でもすごい強いですね。街でスカートがめくれて前の人にパンツが見えてしまった女性が、あー今日は可愛いの履いてよかったなんて言うなんて、私びっくりしましたね。すごい精神力の持ち主だなって思いました。私はシンプルにギャッって言っちゃいますね。もう一回聞きたい？ギャッって言っちゃいますね、私だったら。いや、だってパンツ見えてるんですよ。パンツが見えてる状況で、ああ今日可愛いの履いてよかったよかったなんて思いませんよ私。どんだけ冷静なんですかその人。私、いや普通にやばい、私のパンツが公共の目にさらされてしまうっていう意味で、私は規制を発しますよ普通に。ギャッって、いやこれ普通の反応でしょう。この人すごい精神力の持ち主ですね。私無理ですよこんなの。何？風になびきながらパサッてスカートがめくれてパンツが見える、あー今日可愛いの履いててよかったって、すごいねその女性。私お友達になりたいんですけど。
強がりというか、多分ね、あのガチで精神力の強い方なんだと思いますよ。うん。私はあの羞恥心を持ってますので、嫌な恥ずかしいっていう感情で、あのスカートをね、めくれ上がったスカートを抑えながら、もう風さん乱暴しないでっていう風にこう抑えて、風を自止めで睨みつけますかね、私は。はい。はい、ということで皆さん、今日のラジオは、この辺で終了いたします。今日はね、ミヤラジ第2弾ということで、いろいろコーナーを設けてみました。第1弾はね、ちょっとコーナーも何も設けないでフリートークっていう感じで、あの本当におしゃべり雑談みたいな感じになってしまったんですけど、第2弾いかがだったでしょうか。ちょっとはラジオらしくなったんじゃないでしょうか。もっと皆さんとね、クオリティの高いラジオに仕上げていこうと思っておりますので、皆様またハートフルなお便りお待ちしております。あ、 Thank you for super chat、 アブソルトさんありがとうございます。第3弾もね、ぜひ心待ちにしてくださると嬉しいです。ありがとうございました。ということで、また、コーナーを設けるときはあらかじめツイッターの方で、こういうことしますので、皆さんお便りお願いしますっていう風に、お知らせいたします。まだツイッターをフォローされてない方はぜひ概要欄から飛んでツイッターをフォローしてみてください。あ、2000円 Thank you for super chat、 リュウさんありがとうございました。面白かったと言っていただけて本当嬉しいです。ありがとうございます。それでは皆さん、良いゴールデンウィークをお過ごしください。 Goodbye everyone. Thank you for coming. See you.